すでに満杯、各原発の使用済み燃料プールももう7年ぐらいで満杯になるというふうに言われております。まあ、国内の再処理のめどは立たず、放射性廃棄物の処分方法も場所も決まっておりません。総理、何か解決策はあるんでしょうか。菅直人内閣総理大臣。まあ、ご承知だと思いますが、7月の19日に、エネルギー環境会議において、まあ、中長期的な革新的エネルギー環境政策の策定に向けた中間的な整理を取りまとめたところであります。その中では、今いろいろご指摘のあった問題を含めてですね、原子力政策の徹底的な検証を行って新たな姿を追求することを提示いたしております。まあ、具体的には、先ほどの使用済み燃料の処理、放射性廃棄物の処理処分やプルサーマルの在り方、高速増殖炉など核燃料サイクル政策についてもまさに予断を持たないでですね、しっかりと検討していく、今まさにそのことが必要な時期だと考えております。服部君。まあ、そこで検討されるのは分かってるんですけれども、総理としての思いをちょっとお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。この核のゴミの問題に対するですね。菅直人内閣総理大臣。まあ、10万年という日数をやりました。確かプルトリウムの半減期が数万年という単位でありますので、それが4分の1、8分の1になるには10万年という年月になろうかと思っております。そういったものをそれだけの長期間本当に管理しきれるのかということについては、なかなか困難が伴うし、場合によっては困難というものを超えてですね、とても私たちが後世の世代に対して責任を持てるという形での管理は難しいのかなと、そういう指摘もたくさんあります。そういったことも十分に検討の時の内容に考えることの材料にしなければならないと、こう思っております。服部君。まあ、いずれにしても海外には持っていかない、いけないということであれば、日本のどこかで、極めて長時間貯蔵をしなければならない、ということに、まあ、なるわけで、まあ、そういった観点からしてもですね、まあ、日本の原発政策というのはもう私の目からすればもう破綻をしているというふうに、まあ、言わざるを得ないというふうに思います。まあ、福島第一原子力発電所の3号機は、まあ、プルサマル運転でした。使用済み燃料から回収したプルトニウムとウランを再利用するモックス燃料を使うわけですけれども、まあ、その加工は現在イギリスとフランスに頼っております。しかし先週、イギリスの日本向けモックス燃料工場が閉鎖されることが明らかになりました。まあ、福島第一原発事故を受けて、日本のプルサーマル計画の見通しがはっきりせず、納税者にですね、これイギリスの納税者に負担をかけないためには早期の工場閉鎖が唯一の合理的な方策であるとの結論なんですよ、イギリスの判断はですね。まあ、こんな状況の中で、まあ、日本は今後もプルサマル運転を続けることができるでしょうか。まあ、もはやもう撤退しかないというふうに私は思いますけれども、総理いかがでしょう。菅直人内閣総理大臣。まあ、原子力というものを考えるときに、まあ、今回の事故そのものもそうでありますけれども、つまりはウランやプルトリウムというものを20、30、40にですね、封じ込めて、そして、エネルギーだけを取り出すという、その封じ込めが、まあ、今回、事故によって破壊されて、放射性物質が外気に出たという、こういうその閉じ込めることが完全に可能かという問題と、今、服部さんからご指摘をされているように、この使用済み燃料、これ再処理をしてもさらにまた使用済みのものがだんだんと出てきます。そういうものを安全に長期に
安定的に管理し、後世の世代に悪影響を及ぼさないで済むかという問題、これも極めて、まあ、ある意味深刻な問題といいましょうか、原子力の持っている本質的な問題点であると、このように認識をいたしております。そういった意味で、先ほど申し上げましたけれども、エネルギー環境会議の中では、こういった問題についてもですね、あらかじめの予断を持たないで、徹底的に検証していこう、まあ、こういう姿勢で臨んでおりますし、私としてもその必要性が今こそ改めて問われていると、このように考えております。服部君。まあ、予断を持たずに検討するということですので、まあ、ぜひ予断を持たずに検討していただきたいなというふうに思います。まあ、MOX 燃料を使っている高速増殖炉モンジュ、まあ、着工から25年、経過をしですね、まあ、トラブルが続き、まあ、これまでに1兆円も税金をつぎ込んでいるわけです。まあ、維持費だけで1日5500万かかるというふうに言われていますけれども、まあ、総理、もうモンジュは廃炉にするというふうにおっしゃってくださいよ。どうですか。菅直人内閣総理大臣。まあ、私が原発に依存しないでもやっていける社会を目指すということを申し上げました。この原発依存の中にはですね、今のような使用済み燃料をどうするか、その一つとしての再処理あるいはモンジュといったことも含まれているわけであります。ですから私はこの方向性をですね、やはり十分な議論をしながら計画的段階的に目指していくということが必要だと考えておりますので、今この場で結論を私から言うことが決して適切だと思いませんが、まさに委員がおっしゃるようないろいろな重要な課題があるということの中でしっかり検討を進めてまいりたいと思っております。服部君に申し上げます。この集中は外交安保等になっておりまして、他党の方にも申し上げます。原発問題に集中されますと総理しか答弁するものがここにはおりません。そういった意味で少し、お考えをいただくようにお願いいたします。はい、服部君。今モックス燃料のですね、加工はみんな海外でやってるわけですね。ここはよく委員長ご理解を賜りますようにお願いをいたします。次に、普天間問題について、お聞きをいたします。まあ、菅総理、コロンビア大学のジェラルド・カーチス教授はご存知ですよね。まあ、今年2月に開かれた新下田会議、日米賢人会議とも言われるこの会議で、まあ、基調報告的な論文を出され、その中で沖縄に辺野古の基地を建設するのは政治的コストが大きすぎるということを断言されております。からジョーンズ前大統領補佐官は5月に辺野古移設に初めて合意した時から計画の実現すら想像できなかったというふうに最近明かされております。5月11日に発表された有力アメリカの上院議員3名の共同声明は、辺野古移設をはじめ現行の米軍再編計画は非現実的で実行不可能で財政的に負担困難だと言い切っているわけです。まあ、いずれも有力者の発言で、まあ、重みがあるわけですけれども、まあ、しかし今日本政府はいまだに辺野古にこだわり続けております。まあ、最近総理もカーチス教授とつい最近お会いになっているというふうに思いますけれども、一連のこのアメリカのメッセージをですね、まあ、どう受け止めておられるのか。まあ、今アメリカの議会はですね、ガムの基地の建設の予算を凍結しているわけですよね。辺野古移設は実現不可能だというふうに思いませんか。